私は医学部を卒業して医師の免許を持った後、ずっとパブリックヘルスの研究をしています。で、パブリックヘルスって非常に多様な分野を含んでいますので、例えば働いている人たちの健康を守るとか、それから環境と健康、人の健康の関係を調べる。例えば最近で言えば PM2.5 という大気汚染が人の健康に影響するかということを調べる。それから地域に住んでいる人たちの健康について調べる。最近の大きなトレンドは、その予防も個別化をして、その人の個別の体質とか状況に合わせた予防を考えるということが今最先端のトレンドになっていて、網羅的にこう人の健康情報を把握するような、そういう最先端の技術と融合した新しい工法と研究を始めていて、それによって将来的には個別化の予防ということを目指すような、そういう研究を私自身はしています。日本で一番多い死因はがん、そして脳卒中、そして心臓、心疾患といういわゆるノンコミュニカブルディジーズですから、まずそこがターゲット。そしてその背景にある例えば糖尿病であるとか、いわゆる代謝が変化する疾患というのは、これはもうどの国もそうですけれども非常にターゲットになっていますから、まずここの研究ではそこをアプローチをメインにしています。例えば今のメタボリックスの工法と研究というのは、日本では実はその山形県の鶴岡市が最大の拠点になっていて、でそこで始めた工法とは、これから今イギリスのインペリアルカレッジ、同じようにメタボロミックスのセンターがありますから、そういうところと連携をして、これは共同あるいはこう国際比較のような研究に発展させるために今進めているところです。この殿町という場所の将来性、国際性というのは誰もが認めているところですけれども、実は慶応は川崎市とはいろんな形でこれまで一緒に共同してきました。一つは川崎にある市立病院のうち、二つの市立病院はもうずっと歴史的に慶応の医師たちがずっと現場で臨床の技術を提供してきました。それからもう一つは、川崎市と慶応義塾は研究教育に関して最先端のことを一緒にやっていくという協定をずっと組んできましたので、その2つが基盤にあって、殿町という将来性のある地域で私たちもキャンパスを置いて一緒にこの地域を発展させるという位置づけで、この4月1日にキャンパスを作ったということになります。産業界、それから大学、研究機関、そして自治体、それぞれのプレイヤーがこう地域に集まって、地域の発展のために場作りをしていく、そういう場作りのための事業をリサーチコンプレックス推進事業と呼んでいますので、これだけもうすでにいろいろな機関が集積している殿町に、一つ欠けていたものとして教育機関、大学の存在というのがありますので、私たちがここにキャンパスを置くことで、さらにこれを加速化するためにキャンパスを置いたということで、まず短期間の目標としては、このリサーチコンプレックス推進事業の中で、この地域をそれぞれ今まで非常に尖った先端的なプレイヤーがいますから、そこに慶応も加わり、そしてさらにそれが横につながって発展するような、そういう仕組みを作るということが一番大きな今目標ということになっています。大規模な情報を集める拠点を作ると、健康に関する情報、医療に関する情報、それから介護に関する情報、当然前提として個人情報の保護を前提にしながら、できるだけ多くの情報をこの殿町に集積させるということで、この情報基盤の整備ということを第一に考えています。から2つ目の役割は人材育成。来年度からは、ヘルスケアの領域にさらにこう少し特化をさせた殿町エッジというふうに今仮に呼んでいますけれども、そういうイノベーション、ヘルスケアの分野でイノベーションを生むような人材の講座を始めると。で、それに合わせてさらに先ほどお話をしたようなデータサイエンスの専門の人材を育てるような、あるいは少し角度を変えて若い医師たちがこの地域に来て、さまざまな研究あるいはさまざまなトレーニングを受けられるような仕組みを作るということで、これまで以上に、大学生大学院生から若い研究者あるいは若い実践家までがこのキャンパスに集まるような人材育成の仕掛けを作ると、その2つが非常に大きな我々の役割というふうに考えています。この地区のいいところは、単に大学だけがいるわけではないので、そうすると若い人材たちはそのラボの中に入っていく、あるいは企業の人と接点を持つことによって、おそらく自分のキャリアを自分で設計する、そういう機会が早く与えられますから、殿町という地区全体が
そういう、こう人を育てる場所になるというふうに期待していますので、それによって新しいキャリアを作ってくれるというふうに思っています。一つ一つのやはりプロジェクトも国際性を持って今計画をしています。今世界中がそういう形で情報化を進めていますけれども、もうすでに今この情報基盤のチームはエストニアと情報をどう活用するかということで、それを人々の健康に役立てるプロジェクトを一緒にできないかということを始めています。新たに私たちがこの事業の中で始めようとしているロボティクス、ロボットスーツを用いた脊髄損傷の患者さんのリハビリテーションのプログラム、これなどは成功するとですね、間違いなく世界中から患者さんたちが来ると、そうするとそれを学ぶために若いドクターたちも来るというふうに、一つ一つのプロジェクト自身が国際的な位置づけを持つという、そういう前提で今計画を進めているところです。やっぱり一番大事なのは、研究室にこもっているだけではダメで、これからの研究というのは分野を超えて研究者が自由につながり、自由に行き来をし、意見を交わすということがより大事になっていますから、そうするとそういうことをやりたくなる場作りといいますか、環境作りということはすごく重要だと思います。どうしても建物一つ一つが孤立している状況がありますから、これがやはり今から 4,5 年の間に全ての建物が揃ったときに、中に研究者がこもっているのではなくて、やはりこう外に出てきて自分の研究を話すというところから、多分新しいアイデアとか新しいものが生まれてきますから、そういう、こう町としての環境づくり、そして例えば川もあって飛行機も見えますから、さらにここに緑があって、こう少し気持ちを解放できるような場ということが揃ってくると、本当に素晴らしい場所になるというふうに思います。そして将来国際化を目指すとなると、日本人だけが集まるわけではありませんから、そういう海外からこう一緒に来る人たちが子どもを育てる環境、日本に来てよかったと思える環境とセットでないと、やっぱり人は長くいませんから、将来に向けた大きな計画の中で、川崎市を中心として、これこそみんなで作り上げていかないといけないものかなというふうに思います。この殿町というのはやはりこう非常に都心に近いところにあって、しかも国際的なアクセスもいい、そういう中でどうやってイノベーションを生むような街づくりをするかという大切なモデルになると思います。タウンキャンパスはですね、大学が大学として閉じこもらないための仕掛けです。タウンキャンパスの名前がついているように、その地域地域のそこにある自治体、そして研究機関、そして企業というようなリソースと一緒に新しい研究と開発教育を進めるための、そういう仕掛けですから、その町にそれを置いたということは、慶応が単にこう大学という枠に閉じこもらずに、新しいことを地域のみんなと作っていくという仕掛けというふうに考えていただくのがいいというふうに思います。